一房比较容易，你只要用耳仔听住木鱼声，我敲一下，你就用铁锤撞一下个钟。铁锤虽然十斤重，但系套喺丈二长嘅竹竿上，竹竿长一尺，铁锤重十斤，竹竿丈。総教練真鍋学山でございます。よろしくどうぞお願い申し上げます。今回はですね、この松林36棒、この第33棒腕力棒、ここの修行シーンについてお話しさせていただきます。三徳和尚さんもですね、第34棒千言ペイレ、こちらを卒業いたしまして、次のウンリッポ、こちらの方にね、昇格したんでございますね。約貫と言いますから、およそ600グラムの、鉄の重りがついておるというものを釣り鐘で叩くということですから、木魚を一回ポンと叩いたら釣り鐘をカーンと叩く、もう大概うるさい棒ですけどね。もう耳栓
必須でございます。どん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 カンフーが上がってまいりますと、同じようにこうお諏訪さんのリズムと同じように鐘がどんどこどんどこつけるということなんですが、それを見たお諏訪さんがまたスピードアップしてね、リズムをテンポを上げまして、カンポッポポッポを叩いたらカン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 叩くわけですね。ですね、中国ではですね、日本では腕力というのはもう腕全体のことを言いますが、中国ではですね、ペイレット、ウンリ、レット、ペイレット、ウンレットは違うものなんですね。肘を境界線に肘から上の力と肘から下の力というのは大まかに分けられておるということで、これ二つに、棒一つずつに振り分けられとるというようなことでございますね。まあ、特に武術ではやっぱり機械類とかありますので、武器はやっぱり手首の力なくしてはちょっとできないものっていうのは多いんでね。どうしてもこう手首っていうのは大事でございます。まあそこの全体的なものを鍛えるわけじゃない。体全体を使って、武器というのも使うわけですけども、まあそもそもの基礎体力がなければ、もちろんできませんので、こんな感じでこう鍛えておるということでございますね。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。